チタンパイプを曲げるのが得意でして、オートバイのマフラーで量産マフラーとしてはチタンマフラーというものを最初に量産したメーカーでありまして、そこに誇りを持っておりまして、チタンにこだわったパイプ曲げというのも皆様に提供できるような体制になっております。オートバイのマフラーで、当初このマフラーに関しましては、この三角形の形状を作るのに金型を作成して作っております。金型レスでこのような複雑な多角形形状でも作成できるような技術が導入できましたので、展示させていただいております。 R をさらに R 形状でつなぐようなことができるというのが売りになっております。ハンドバイクといいまして、手でこく自転車となっております。チタンの加工、パイプ曲げ、溶接が詰まっておりまして、設計も自社で行っております。